DS BDS。 Hey guys, my name is Dante。 今日なんとね、絶対に当たるねガチャガチャを見つけたんで、今日はね PS4 が当たるまでやっていきたいと思います。で、店内にねガチャガチャあるんでね、すっごいね静かにガチャってきてと思います。 PS4 で、まだ当たり出てないんで当たります。で、中身がこんな感じです。ちょっと2回ずつやります。2回目。当たりました。 B 賞。でも僕が欲しいのはこれです。50回ぐらいありそう。まあ、深いね。当たりました。10回目。せーの、外れ。B 賞2個ぐらい当たりました。15回目です。25回ぐらいで当たりですね。18回目。バグです。これでした。19回目。外れです。20回目。B 賞。なんだこれ。フリーダムウォーズ。21回目。22回目。B 賞。わけわかんないゲーム。23回目。1000円。24回目。1000円。いいでしょ。27回目。これ結構多いな。1000円。やばい、これ5万円いくような気がする。27回目。でも1000ガチャより全然マシだ。外れ。28回目。1000円。29回目。1000円。30回目。いい賞、わけわかんないゲーム。31回目。1000円。32回目。1000円。33回目。うわ、あと30個くらいある。1000円。35。1000円。36。PS4 買えそうな気がする。1000円。36。1000円。これで当たんなかったらマジになく。38。1000円。1000円。40回。1000円、41回。1000円、42回。だんだん空になってきて。1000円。買えるじゃないですか。43回。1000円、44回。1000円、45回。1000円。1000円。まあ、47回目。このやら来てくれ。B 賞48回。1000円。49回。 B 賞ついに5万円です。50回。これ入ってなかったら詐欺ですよ。51回。1000円。1000円。54回。1000円。55回。1000円。56回。57回。58回。59回。普通じゃ出ないレベルですよこれ。あと1、2、3、4、5、6、7。イエス。 B 賞でも全部買うことになるんじゃないですか。61回。おお、すごい。待って、やった。
ありがとうございます。やったー、すげえ、こんな効果音だ。うん、ちょっと外で全部開けましょう。はい、ってことなんでね、当たったんで何が当たったかちょっとここに並べていきたいと思います。これ実は1000円の外れだと思うじゃないですか。1000円のものと引き換えできるんですよ。だから外れがないっていうね、素晴らしいやつなんですよ。まあ、6万円も使いましたけどね。今からね、取り替えていきたいと思います。はい、ってことなんでね、取り替えていきました。イエーイ。 PS4 これ中古なんですが、500GB です。なんかネットとかで調べたら中古でもね、3万円ぐらいはするそうです。思いたいです。そんぐらいしてもらわないと困りますね。あとフィギュアが「スター・ウォーズ」「ウィーニング・イレブン」「わけわからないやつ」「未開封」「スター・オーシャン5」「テイルズ」「シュタイン・ゲート」「ナルト」「マインクラフト・ピーター」持ってないです。「モンハン」「モンスター・ストライク」「ドラクエ」「妖怪ウォッチ」「フリーダム・ウォーズ」「東京ザナブ」って感じですかね。ちょっとね、フィギュアが足りないのがショックです。俺もっともっとあったんですよ、フィギュアが。はい、っていうことなんでね、6万1000円でね、こんだけ手に入れました。いやちょっとね、30回いや10回ぐらいでね、 PS4 が当たるべきでした。10回までやって当たったらね、うおお当たりだーってなるんですけど、それ以上超えていくとね、なんか当たってもあんま喜びがなかったです。むしろ当たって当然だろってね、感じでしたね。で、PS4 のね、当たりが、すごい奥にね、あったんで、全然出なかったです。もともとね、PS4 欲しかったんでね、どうせやるんだったらね、1000円で当たるかもしんないガチャでね、やった方が面白いかと思ってね、やったんですが、まあ、6万1000円というね、感じになっちゃったんですがね。まあ、僕的にはね、こんなフィギュアがね、当たって嬉しいです。はい、ということで、皆様もやってみましょう。ではでね、大当たりでした。シュー！ありがとうございます。PDS 株式会社チャンネル登録よろしく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 よ。